やばい、やばい、雪に閉じ込められました。こんなに降るとは思わなかった。やばいっすねこれ。ほら、うわやばい。だって静岡雪降らないもんね。慎重にちょっと運転しながら、はい、まあ、目的のニホンザリガニ、まずは生息地に向かいます。はい、あ、いた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 。足跡ですか。あと人、人、え、こんな歩くの。これ人ですか。違う、クマ、クマ。グラグラしてますね、クマ。こんな普通の道路うろうろするんですか。うん、昨日の夜出てたってことですよ。いや、危ないですね。どれだけ深いか分かんないから、息が突っ込んでっちゃっていいですか。もう来たことありますからね。あ、これ初めての場所はちょっとね、ここまで奥行かない方がいいです。ほらほら、ここも、あ、やばいやばいやばい。え、これ行けちゃうの。行けるかな。で、いつでも逃げられるようにしておきます。クマが来たら危ないから。クマいます。いますいます。あ、ちょっとクラクションを。これやばいっすよ。でも雪マジで、うん、あ、川が、川が雪まぶりだ。一応恒例のうわうわうわ、すげえすげえ。雪だ。あ、でも凍ってはいない。凍ってはないね。ここですよ。はい、ニホンザリガニが生息してる場所。ほら、こういうところにいない。いない。あれ、前回でも普通に見えてたんですか？見えてましたよ、まっすぐね。こういう落ち葉の下に、冷た。うわ、すごい冷たい。にもしかしたらニホンザリガニがいるかもしれません。うわ、ほら、ジャリジャリ。うわー、うわー、冷たい。冷たい。でもこういった落ち葉だまりの中に夏はいましたから、どっかにはいます。どっかにはいます。
をしたのか。すごいね、雪がポロポロ落ちる。あ、いたいたいた。いました。石の下にいた。ほらほらほら、2匹。ほら、死んでるみたい。ほら、全く動かない。カチンコチンじゃないですか。冷たいから。これ冬眠してるんですか。まあ冬眠っていうのはいろんな冬眠の仕方がありますけれども、麻痺してる状態ですね。冷たくて動けない。若いですね。はい。これは去年、これは一昨年。あ、5年経たないと大人になれないんですよ。成長がゆっくり。あ、いたいたいた。石の下だ。いました。ほら、ここ。ニホンザリガニいましたよ。はいはいはい。ほら、全く動かない。冷たすぎて動けないんですね。動けない。いや、これが冬のニホンザリガニ。いや、優しい顔してますよね。ほらね、丸みを帯びた顔ね、これが特徴です。石の下でじーっとしてるんですね、はい、夏も冬も水量も変わらず、はい、安定した大きな変化が水温以外ない、はい、そういった環境に住んでるようですね。ニホンザリガニは東北の北部から北海道に分布し、水温が20度以下の寒冷で綺麗な川に生息しています。成長が遅く、生成熟まで5年ほどかかります。生息環境の変化や外来種の影響で年々数を減らし、絶滅の危機に瀕しています。特徴は全体的に丸みを帯びた体型で、体やハサミがぽってりとしています。主に川底に堆積した落ち葉などを食べていますが、小さな虫などを食べる雑食性で、成長しても5センチほどにしかなりません。日本に昔から住んでいる日本固有の小型のザリガニです。11月12月1、2、3、4、5、半年じーっとしてるんですね。半年以上。1年のうち半分。半分は寝てます。めっちゃ寝るじゃないですか。いや、面白いね。冬の日本ザリガニ初めて来ましたよ。すごいすごい。こんな雪になると思わなかったですけど。いましたね、よかった。よかった。実はこの沢なんですけど、もう下流ではウシアザリガニが見つかってるんです。うん、ですからそのウシアザリガニが数増えると、どん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 拡散していきます。どんどん上流の方に登ってきますから、この場所も10年後20年後もしかしたらウチダザリガニにもう入れ替わっちゃってる可能性がありますね。だから下流でどんどんウチダザリガニに飛んなきゃならないです。あ、数が増えると拡散していきますから、分布を広げますから。だから、まだ大丈夫じゃなくて、今取らないと日本ザリガニ北海道から消えちゃうかもしれません。ちょっと時間との勝負かもしれませんね。だから毎年、確認に行きたいです。あれ、うわ、めっちゃ入ってる。はあ、やばい。これは何ですか。それヤマメ。ヤマメ。在来種ヤマメ。
ヤマメはサケの仲間でサクラマスと呼ばれる魚と同じです。サクラマスが川で生まれた後海に下るのに対し、そのまま川に残ったものをヤマメと言って区別しています。ガサガサやばい。なんすかこれ。ヤマメ大量捕獲。やばい。こんだけヤマメが取れるってすごいですよ。でも人少いっすよねこれ。うん。まあ、タモ二つですけど。そうです。加藤流ガサガサで。すごい。チャンネル登録お願いします。